CQ! は、リベルエンタテインメントが2019年10月25日に提供を開始したスマートフォン向けアプリケーションゲーム。ジャンルは次世代声優育成ゲーム。キャストには16名の新人女性声優を起用し、ゲームの展開とともに声優の育成も進めていくゲームが展開される。2021年2月27日、アプリの改善に業務を集中させる必要から、現サービスを同年4月30日に停止することが発表され、予定通り現サービス運営を終了した。サービス再開については未定。ある日、主人公は足をくじいて動けない少女、春菜を助けて、彼女の仕事先である事務所まで連れて行き、そこで彼女が声優の卵であることを知った。事務所は職員が少数のため忙しく、主人公も流されて仕事を手伝うことに。そして主人公はマネージャーとして彼女たちをサポートしていくことになるのだった。本作で最初に出会うメンバーであり、最初に開催されたイベント、ガールズミートミートアラカルトでは、彼女たちがバーベキューに行く話が描かれた。身長などをキャラクター説明内に入れると可読性が低下するため、以下の表にて記載する。なお、ソートで記載順が変わる、都合上、星座などは全員をリンクしている。また、血液型の表記順は、赤十字社のページに順次、A、B、O、A、B の順とする。元に戻す場合は、好物、趣味をクリックすれば戻ります。ノベルパートでは、アドベンチャーゲームでよくある、立ち絵ではなく、セリフに合わせて滑らかにキャラクターが動くほか、バックログ機能及び、そこでのセリフ音声再生もできる。お知らせ、オプションなど、名前の通りの機能については、割愛している。5作目以降はイベントでの実装であり、イベント終了後、しばらくの間は、レッスンや収録が行えない状態を経た上で、その後のアップデートで通常追加される流れになっている。最初に開催されたイベント、ガールズミートミートアラカルトでは、レッスンを繰り返して収録チケットを貯める収録を繰り返して、お肉とポイントを貯める累計ポイントが一定値に達することにイベントストーリーのチャプターが開放され、お肉を消費することでイベントボックスガチャを回せるという形式が取られた。なお、イベントで開放できなかったチャプターは、後日でもアイテム、思い出のオルゴールを消費することで開放できる。ガチャで、イベント限定声優を手に入れる形式のため、ガチャ型イベントと言える。2回目に開催されたイベント、CUE! スクリーニングパーティー、CQ はアニメ収録型のイベントであり、大まかな流れはガチャ型と同じで、イベントアイテム、クローバーを交換所にて、所定の交換品を交換する仕様だった。イベント限定声優もここで交換できたが、4ランクの声優は交換所では1枚しか、交換できず、残りはランキング報酬となっていた。3回目に開催された CUE!ROOM はゲーム内声優が生配信を行うというイベントであり、プレイヤーはレッスンを繰り返して、特訓を何度も発生させ、特訓中にしかドロップしないアイテムをもとに、配信中の声優たちを応援するという形式が取られた。プレイヤーごとの相応遠慮によって、イベント限定声優を含む声優が解放され、称号も獲得可能であった。なお、4回目に開催されたイベントはガチャ型イベントであった。2020年10月には、初の復刻イベントガールズミートミートアラカルトが開催されたほか、同年12月には、コンペ報酬のポイントで交換できるものに過去、イベント限定声優が追加される等、新規プレイヤーにも配慮した形になっている。CUE!A のタイトルで文化放送にて2019年7月6日から9月28日まで A&G トライバルラジオエジソン内にて放送されていた。同年9月30日からは動画不正配信番組として A&G ネクストアイコン庁 CUE!A が毎週月から木曜日に配信開始。月曜日は内山優里祭、火曜日は安西ゆかり、水曜日は宮原さつき、木曜日は土屋礼央がパーソナリティを担当している。コミックマーケット96にて限定ミニアルバムCU! Everyday が発売された。収録内容はゲームのオープニングテーマ曲と各チームのテーマ曲であったが、シングルForever Friends及びチームシングル01から04にてそれぞれ再収録された。16人で歌っている曲についてはAirBlue名義、チームで歌っている曲についてはAirBlueという形式の名義で発表されている。なお、AirBlue名義で2005年から活動しているジャズユニットAirBlueとは同名なだけで無関係だが、2021年1月8日時点では Amazon 等で混同されているため留意が必要である。2020年11月1日に開催されたCUE! ファーストアニバーサリーパーティーCU! Everyday内にてテレビアニメ化が発表された。2022年1月より毎日放送。TBS アニメイズム B1 枠にて放送予定。オープニングテーマ、スタートライン及びエンディングテーマ、始まりの鐘の音が鳴り響く空は、共にAirBlueが歌唱する。ありがとうございます。